ボートレース平和島の4日間シリーズファイティングボートガイド杯、これより後半カードに移っていきます。水面には7レース予選のメンバーが登場しています。さあ、ここは外枠勢も内寄りを伺っていくんですが、内枠勢もここは譲らないところ。対戦メンバーは1号艇森崎浩太、2号艇内田圭、3号艇有田隆、4号艇鈴木亮介、5号艇藤井武人、6号艇鈴木正春、以上の対戦です。インコースは1号艇の森崎浩太。地元の森崎は今日はこの高枠1走。隣にコースは2号艇の内田圭です。内田は前半レースは6着とここは挽回を見せたいところ。1番、2番とへさきをスタート方向に向けています。そして少し後ろに下がって4号艇の鈴木亮介が3コースのスロー発進。後方には3艇が下がりました。4コースの角位置は6号艇の鈴木正春。そして5号艇の藤井武人が5コース。サイアウト6コースは3号艇の有田隆です。有田はこのレースはチルト3度での参戦。スタイル3対3と分かれました。7レース進入地から1番、2番、4番、6番、5番、3番スタートしました。センター3コース4号艇の鈴木ですが、これはちょっと早いタイミング。一周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちください。バックガイ入りまして、ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。4号艇の鈴木亮介フライング変換欠場、4番の鈴木はフライングにより変換欠場です。従いまして4番に関する投票券すべて払い戻し返還。お手元の札券は大切にお持ちください。5艇が折り返してこれから2周目へ入っていきます。先頭は1号艇の森崎が2艇身リード、2番手は2号艇の内田が追っていきます。3番手は現在単独で5号艇の藤井が続きまして、上位体制は1番、2番、5番で2周第1ターンマークを旋回していきます。3番手の後方は定冠少し離れて6番の続き、最後方は3番の有田が追っています。上位の体勢は1番、2番、5番で2周2マークの旋回に移っていきます。先頭リードは1号艇の森崎浩太、2マークをトップで旋回、2号艇の内田が2番手です。5号艇の藤井が3番手。前の体型は先頭から1番、2番、5番で最終周回へと移っていきます。3番手の後方を水が相手、後ろは6番の続き、最後方は3番の有田が追走しています。なおこのレースはスタートでアクシデントがありました。4号艇鈴木亮介選手はフライング変換欠場です。4番に関係する投票券はすべて払い戻し返還。お手元の札券は大切にお持ちください。残り半周を切りました。7レース予選競争、展開が縦に長くなってきました。先頭から1番、2番、5番の体勢でラストコーナー旋回を迎えます。今日はここ一走白星としました1号艇の森崎浩太が先頭。7レース予選競争、体勢は1、2、5、まもなくゴールインです。先頭1番森崎ゴールイン、2着2番内田ゴールイン、3着5番藤井ゴールイン、6番鈴木、3番有田ゴールインです。なおこのレース4号艇鈴木選手はフライング変換欠場となっています。